打った打球はレフト方向、どうだどうだ、あーえっとなんと岸田にスリーランが飛び出しました。逆転の一本、大島が粘り、坂本がつなぎ、そして岸田に第4号のスリーラン逆転。3ボール1ストライクから高橋奎二を捉えまして、ジャイアンツ序盤で逆転です。宮本さん、バットは非常に短く持って振りにはいってるんですけれども、よく伸びていきましたね。ですね、もうまっすぐ一本のちょっと甘いところでしたよね。宮本さん、これホームラン4号という、またこれまたいいところでの1本になりましたね。ちょっとストレート系のちょっとねカットをかけてる感じでしたね。そうですか、はい、カットをかけて真ん中に入ってきましたよね。多分ストレートが荒れてる分ですね。6-3とまた3点差に広げています。まず打ったヘルナンデスですが、山本浩二さん、見事でしたね。伸びましたね。はい、もう初球からですからね。そうですね、痛烈な当たりはレフトスタンドまで運んでいきました。ライナーで持っていきました。岡本の今シーズンの17号、村上の頭上を越えてレフトスタンドまで運んでいきました。実に16試合ぶり、後半戦最初の1本が出ました。7-3、エルナンデスに続いて2者連続ホームランのジャイアンツ。小林さん、これかなりレフトポール際に飛んだ打球でしたが、はい、その前で追い込まれるの振りが大きいって言いましたよね。はい、追い込まれたからコンパクトに行けたんですね。あ、そうですね。